ゆかせなです。キラリレボリューションということで、本日はですね、再びですよ、やるんですね、あの企画を、幸せな企画にしようよ。じゃあまる坊や、じゃじゃーん、またまた俺は爆買いしたんです。で、多く買った方が自腹っていうね、じゃじゃん、ポンポコポンポコっていう企画、平成たぬき合戦ポンポコ祭り。ね、もうちょっと近づかない？あ、近づく？だってなんかこうやっていけないの。いいんだよ別に。寂しい。いやだいやだ、俺はルちゃんこうやってしたいからね。わかった。というわけで今回はまた、ディズニーランドのみんなヤッホー、ね、ディズニーランドのお土産多く買った方が全額自腹。今日ミッキージーンズなんです。ルちゃんはミッキー T シャツ。というわけでやっていきまーす。ショータイム。洗濯を用意。俺はもう用意してます。もう準備がどうなんだよ。ふざけんなよ。なあ、もうびっくりした。今回はもう本当に買ってる量が多すぎて、今回はスーちゃんが持ちたい。じゃあ早速紹介していきます。うわ懐かしい。家にずっと眠ってたから懐かしいのよこれさ。2人で買ったやつは半分で割って入れる。それからじゃんけんする。やだやだやだ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。やだやだ、なんでその方が面白いじゃん。やだよ、じゃんけんいきます。やだやだやだ、じゃんけんぽい。なんで両手出すの？ね、さ、運命の共同体だよね。ちょっと意味がわかんない。まずはこちら。そんなやつから紹介しちゃっていいの？なんで？ん？あ、そこですか。なあ、痛い。あ、前回のコストコの時に。ごめんなさい。まずは、じゃーん。これはマルチクロス。だからまあテーブルとかにも敷いていいんじゃない？そうそうそう、布だよね、こういう。そう、布。190センチと140センチだから。めっちゃでかいんじゃない？めっちゃでかい。さあ、開けていこうかなーと思ったならば。嘘。え、超かわいい。え、超かわいい。かわいいじゃん。手のが3、はいはい。わー、でっか。え、超大きいよ。水色っていうのがかわいいね。かわいい。畳。おい。上がれ、上がれ。いや、こうだから。上がれ。これでは上がらないですよ。上がれ。上がれ。うえーうえー全然面白くない、全然面白くない、全然面白くない。カール爺さんみたいな顔しやがって。コンプレックスなの言われてきたのに。3600円です。じゃあこれはじゃんけんで決めます。最初はグッと出せ鼻くそべ。じゃんけんぽい。勝ったということでうちゃんに入ります。3600円。もう勝ち確だ。せいちゃん高いな、ちょっと。まあいいや、次行きましょう。じゃあマルボーやー、ね、あ、じゃあもうこれ見えてるやつからいきます。じゃん、見えてるってセイたちから見えてたけど、だからみんなから見えて、わー見てこちら、かわちい。なんだと思うみんな。これはですね、キッチンペーパーホルダー。かわいいでしょ、こんな。かわちい。これ何円ですか？何円ですね。1800円。でもさ、2人で買ったやつ多すぎ。もういいよ、もうこれ全部じゃんけんでいこう。最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、せいじゃんけんです。いいよ、だってさっき3600円になってる。調子乗らないよ。さあ、お次ましたならば、じゃーん。てな、ほんとにね、巾着が大島の坊やなの。なんて言ったって3個入ってて、裏面の表面違うの、色が。しかもこのサイズが欲しいの、せいな。あー、なるほどね。でかすぎず、小さすぎず。ちょっとおならでそう。結構、再現します。こんな感じですね。こんなんじゃなかった。こんなの。嘘つくな。違う、あれがプリって。いや、皆さん、俺の真実が。これはじゃあ、せいちゃんのに入れて。これはせいちゃん。1900円だもん。もう、俺のこと超えてて、草。でも100円しか超えなくて、草。うちは1回でそんなに言ってて、草。草で草。じゃあ、これ一緒に紹介しようか。じゃーん、抱き場に。かわいいよね、抱き場に。超かわいい。せいちゃんもこっちだよ。あ、そうですか。見て、これ相方のがついてる。相方のつけてるの、かわいい。かわいい。それはもうさ。どこの国からいらっしゃった？あ、おもちゃの国です。声イケボで草。てかさ、これの被り物作ってほしい。確かに。めっちゃ可愛いコーデできそう。この二人のコーデしたい。ね。そんな難しかったっけ？うん、え、簡単だよ。してもらえ。ほら。こちら、1個1900円です。これは1人ずつ買ったので、1人ずつ入れさせていただこう。ほとんど今同じいい勝負ですね。チュッチュしようか。はい。チュッ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 。うさいく。じゃーん。あ、かわいい。こんばんはー。こちら、何で笑う？見てー。こんばんはー。
そんなことしてたよね。こちらユニコーンです。違う、名前があるバターカップ野郎だよ。野郎つけるな、かわいそうな。こちら2000円もするからやめとこう。やめとこうじゃん。2000円もすんのこれ。超高い。でもこれつけられるの。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。走ってるみたい。おいで、大好きだから。あ、あーって言って、食べられちゃった。びっくりした。そして、これは名札みたいにできるんじゃん。そう、これつけられるの、ここにね。安全ピン丸坊やがついてるから、ここにポチョンと。これは、うちゃん追加しまーす。ダメだ、はい、2000円。だって、うちゃんがせいちゃんのプレゼントに買ってくれたんでしょ。全然違う、これはせいちゃんの話だ。今、こいつと目が合ったあなたは明日素敵なことが起こるでしょうや。はい、じゃあせいちゃん2000円足してください。これカーチーカー大志丸坊や。はい、次じゃん。あ、待って、これ買ったんだ。こちらはですね、ベイマックスのチョコです。じゃーん。それもしかしてチョコも後ろからこうやってね、生まれるの。チョコもベイマックス仕様です。かわちい、かわいい。普通にこれかわいいじゃん。かわいい。で、後ろがチャックになっててさ、こうやって入れられるの、ベイマックスの内臓に。内臓。そう、だからね、持っていこうと思って。わー。あなたの健康を守ります。もう大丈夫だよ。やらー。うちゃん、そのシーンやらんで。自分で言ってる。うちゃん、はい、お次いきます。あ、これ追加しなくていいの。あ、追加してください。1100円。1100円です。なんで、お菓子だから、お互い。じゃあ550円ずつ。そう、500。じゃあじゃんけんだろ。あ、そうだね。最初はグじゃんけんぽい。ダメ、それは。買った。うちゃん、小学生のようなブータラ坊主なんだ。うちゃん、何やブータラ。最初はグじゃんけんぽい。はい、買った。もう帰ろう。ダメです。1100円入れてください。ダメダメ、えっちゃん、ほら、ダメだよ。え、そういうことしてたら動画的には面白くない。動画的には面白くない。どうしたって、うちゃんあんまり自分のもの買ってないんでしょ。最初はグじゃんけんぽい。はい、買った。動画的に面白いね。2回もマーケットでせいちゃんがみんな見てるからね。さあ、お次、あれが撮るか。せいちゃんが撮る。じゃん。これはですね、ポテトヘッドさんです。何だと思う。まあ、この紐を見たらわかると思いますが、こちらは私たちの愛する息子たちの娘だろ。娘か。間違うて。間違うて、しもうて。ワンワンのお遊び物です。イエーイ。かわちい。最初はグッじゃんけんぽん。はい、うちは丸坊やです。こちらのポテトヘッド1400円。1400円。オレロヘッド、オレロヘッド。わあ。お次。でん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 。じゃん。これは抱き針のソックスですね。せいちゃんがこれ履いてたらどうする？うん。足を掴んで振ります。ねえ、怖い。まんまがまんまがまん。こちらは。おお、危ない危ない。今のはダメ。うちはダメ、やらせて。ごめんね。うわ。いや。感触やばかった、今のは。なんて同じだった。くそ。お互い書く、お互い、お互いせよ。というわけで、じゃあこれはじゃんけんでいきましょう。最初はグじゃんけんぽん。はい。どうせせいちゃんのもらったからじゃんけんは必要なかった。これちゃんと1500円で入れてくださいね。なんで。750円だったから750円です。そんなバカじゃなかったです。はい、次。お次の商品、じゃん、見てください、こちら。これ本当にね。おー、あー、すごい。は？これこっちは？近い。ホワイトニングします。そしてもう一つはこれ、何これ？これかわいいね。そう、バッグチャームというものなので、だからなんかバッグにさ、でもなんか小銭とか入れてもかわいそう。うん、何でも入りそう、マジで。ね。これ意外とね、でもするのよ。これ1000円。これは？1100円。音鳴るから。これでもうちゃんの、完全にうちゃんのだから、うちゃんでね。で、俺もじゃんけんするよ。なんで？当たり前じゃん。いや、自分が買ったやつは自分に入れようよ。しょうがないね。じゃあ2100円です。だってせいちゃん、さっきのもせいちゃん自分に入れたからね。そうだね。いい勝負です。次、じゃーん。こちら。ピアスですね。ピアス、かわいい。ハムとレックス、洗濯機よくするから、一緒に着けようと思って、買いましたさ。じゃんけん？はい、ほら、半分ずつ入れるって言ったの。じゃあ、半分ずつ入れよ。1400円です。750円。全く計算ができないんだから。うるさいな。次、こいつらがありますね。あ、出た出た。はい、あ、ごめん、見たかった。じゃーん。損害賠償。損害賠償だからね。
全然メッシュ。くちゅくちゅくちゅモンダミン。かわいい。口が開くんだよね。くれちゃーんってなって。キッチン用品でお砂糖とかお塩とか入れるやつなの。ちゃんとスプーンもついてる。ほら。超可愛くない？かわちい。こういう風に変えて。お砂糖やお塩できます。これがですね1500円。ガイちゃん1体ずつ入れよ。そうだね、ちゃんと1500円で入れてる。なんで飲んでたと思ったの。じゃあ、せーの、じゃーん。ね、幸せに開けないと。じゃーん。ディズニーのお皿ってさ、やっぱ可愛いじゃん。ずっと欲しかったの、せーな。ね。これ可愛いでしょ？これは1個1100円です。可愛しいね、あなた。ね、あんまりお皿に向かってさ、やるとさ、汚いからね。洗えばいいやろ。で、これは、ボールですね。4つ入ってます。そう、可愛しい。これもね、絶対使えると思って。これ2700円もしたんだ。あ、そうなの？4個も4個入ってるから。ってことは1個いくらですか？ボン。3560円、1個。高すぎたな。なんで元超えてんだよ。元超えてて草。楽しいね、うちゃん。うん、そうだね。ねえ、愛想笑うな。愛想笑ってないよ、まだ全然今日やってないよ。うざい。だっていつも思った。アイスクリーム、ソフトクリームだ。こちらは1個ずつ入れましょう。じゃあこれは1100円ずつです。1100円。これはどうしよう。これうちゃんだよ。だってうちゃんは。なんでこれどっちかって言ったらせいちゃんなんか、これこれさ、これ見て、これこれなんか4つも入っててさ、なんか結構使えそうだからこれ欲しいやって言われたから、これはえって思った。でもうちゃんはこれこれいいんじゃない。せいちゃんこれ可愛くてこれ使うんじゃない。言ってない俺、せいちゃんがほとんど言った。大丈夫、うちゃんけぽい。じゃあもう一回ダメ、カットしてさ。だって面白くないじゃん、こんなんしたら。面白いよ、みんな。先生、やるやるびっくりした。入れて、せーちゃんのとこに。せーの、じゃあグーじゃけポン。はい、うちゃんもう二度目の正直。3回勝負、3回目で勝った人か。意味わからない。なんでじゃんけんしたら。最初はグーじゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんポン。はい、ごしょ、はい、ごしょ。はい、うちゃん丸坊やです。つらい。新しいルールで草。次、じゃーん。こちらパンツ、ドゥルグリーメンのパンツですね。これどんな柄なの。これ超可愛くない。前がこんな感じで、かわいちい。後ろこんな感じで、ザーグもいるじゃん。そう、めっちゃ可愛い。前にバズられといて、しかもここにボタンついてるからおしっこしやすいの。え、なんかそんな情報いらないかも。あ、いくらだっけあれ。やってて、これもじゃんけんでしょ。うちゃんだろ。でもさっきせいちゃんのも一緒にじゃんけんしたから。あー、最初はグーじゃんけんぽい。はい、なんでしーちゃんがこれ。さてさて、あれ、あー取れちゃったよ。もういい、もういっか。でも待って、でこの前アンユリちゃんと一緒にディズニーに行きましたよね、はい、あ、そうだね。で最後の男気じゃんけんで買ってもらったやつがあるんですけど、まあとりあえずこちらの商品もね、今からじゃんけんでどっちが払うか決めたいと思います。うちゃん、もう取ります。ダークソーということで、こちら、じゃじゃじゃん、コロリンチョですね、こちらは。プーさんのコロコロで。これかわいい、ずっと欲しかったの、せーの。うちゃん、こそーっと。あ、もう取っちゃう。もう腹立つ。じゃあいくらですか。こちらが1600円です。せーの、最初はグーだけポン。なんか腹立つ、うちゃん。うざったらしい男だ。そしてラストの商品です。こちら、じゃじゃん。これはですね、これなんていうの、タンブラー。タンブラーじゃない、魔法瓶。イエーイ、かわいい。これはね、冷たい飲み物は冷たいし、あったかい飲み物はあったかいね。ね。これは本当はね、アンナちゃんにね、購入していただいたんですけれども、はい、入れるの、これ。入れます。学買ってもらったのに。だから一生大切にするの。これ高いのよ。これね、いくらだと思う。3000円もします。3100円です、1つ。高い高い。これ最後、じゃあ2つをどっちかが。え、どっちもいきます、じゃんけんで。やーらー。おい、不在鎖マウンテンゴリラだろうがよ。びっくりしたよ。おい、ふざけくさいマウンテンゴリラマウンテン坊やなのがよ。ゴミだけ。というわけでですね、こちらじゃんけんピーポーしましょうかね。6200円。200円も払うの。うん、3のが入って。じゃあじゃあじゃあ、イエーイ、みんな見た。うちゃんチョキばっかり出す。違うんだよ、せいながずっとパーばっかり出すから。俺ずっと勝ってたじゃん、さっきまで。せいちゃんはうちゃんがさっきからチョキを出すことを知っていた。いや違う、俺はせいちゃんがさっきからパーを出し続けたから。どうせさえ、なんで俺テープ、いつの間に尽きたの、せいちゃん。好きだから剥
ムシャンの手、あーだよ。やめてやめて、あと5秒で話さなければ終わらせるぞ人生。これでかかったね、ゆくちゃん。でかすぎだよ。でかくてくさ。というわけでおしまい。というわけでおしまいです。お互いのじゃあ合計金額を発表していきたいと思います。じゃあ後ろの桁からね。3のがはい0ゼロ、せーの、ゼロ、おせーの、二、おせーの、六、お、うちゃん、何ですか？嘘をつかない。え、本当だ。この前のせーちゃんみたいにしてる。本当だ、痛いよ痛い痛い。腹が立つ。はい。うちゃんは腹が立ち腐る。なぜならば嘘をつくからよ。カットしません。じゃあ最後の数字。せーの、一。もう一回して二なの？二です。完全最後のだからね。あ、せいちゃんの金額16,200円。21,250円。マジで最後の大逆転勝利。はい、ということで、はい、合計金額は37,450円です。ちゃんごちまる水産。また俺はもやしと納豆とえのき生活となりました。せいちゃんは焼肉ロースステーキにしようかな。焼肉ロースステーキ、うるさい。不思議なメニューですね。どーん。ということで今回はふちゃんのおごりということで終わりにしたいと思います。この中でみんなも持ってるって思ったものや、え、これかわちいから欲しいわって思ったものがあった方はチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。それではバイバイ。うーちゃんのおごり祭り、今日もたくさん、やっほー。